バニーガールのコスプレした時と同じ状態、立たない ハッピーニューイヤーありがとうございます。お餅ありがとう、あけおめありがとう、あけおめあけおめありがとう ハッピーニューイヤーありがとう。新年から桃丹らしくて草新年から草生やされて草ハッピーニューイヤーありがとう、あけおめありがとう、ハッピーニューイヤーありがとうございます。2023年も変わってなかった。後ろの猫は何って、あのコン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 、マリキリコの小判です。あけおめありがとう、コン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 、マリキリコの小判のあの猫あのお正月支援にしてみました。これは門松で、チンアナゴは関係ない。この何、あ、見えてないね。なんか、か、あれはなんかね、なんかお正月バージョンのリースみたいなやつめちゃくちゃ私電話もらったの。え、まだまだまだ、今日朝起きてまだあのショールームの準備とかしてたから、お正月らしいこと何もしてない、まだできてない。でもあのショールームが終わったらあのバーバーのお家に行きます。明けましておめでとう、ありがとう、明けましておめでとうございます。明けましておめでとう、新年早々こんな格好で失礼しますね、結婚してありがとうございます。これからですかって、はい、これからの親戚の、方からあのもらいに行きますバーバルもらえるの、え、もらえないのね。これはウサギですよ、モモピョンです、モモタンじゃなくてウサギです、ウサギの格好です。何の服着てるかパッと見分かりません、だよねだよね、なんか歯医者の人みたい、え、あげる方じゃないの、え、もも、え、もう、もうあげる方、早くない、もうちょっとちょうだい早くない、まだまだちょっと早い気がするんですけど、そんなことないかな。ね、耳全然見えよね。なんかたださ、ピンクの変、なんか変なの着てる人だよね。全然見えよね。こう？こんぐらい？あ、こんぐらいじゃない？ね、もうちょっと椅子を下げる。あ、こうじゃない？ハートありがとう。ソーダさんまだもらったから。あ、大人メンバーでもね、もらって、あ、あー取れたその耳動くのって、マイメルの耳、あ、そう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 、そんな格好したおじさん、おじさん駅で見たことある、おじさんなのね、 OL の服みたい、え、何かが剥がれたな、はいここここここ、マネキネコのコナン、あったー、ありがとうございます、ハートありがとうございます。 B セットのステージがあって、バレてるもしかしてバレてる、よいしょ。それでは2023年か、えやば、あと今日からイベントが始まって、お正月イベントみたいなのが始まるので、あの無料ギフトがあって、そこのマイページから投げていただくと、なんかいろいろもらえちゃうよみたいなあのももが、うん、
ごめんまたあの幸せなイベント、モモがもらえちゃうっていうイベントがまたやってて、なんか30万ポイントとか行くとなんかカニとかお肉で、で、あの80万ポイントに行くとあの旅行券がもらえるんですよ。だからあの正直に言います、あの欲しいのでぜひよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますぜひね、無料のあのマイページから投げてくれると嬉しいです。よろしくお願いしますド直球だって欲しいんだもん、新年早々正直なのよ、だって欲しいなはい、もうちょっと遠回しに行ってください。あ、無理だ欲しいです、よろしくお願いします。旅行券が欲しいなりな、はい、でも難しいと思うんですけど、ぜひ ある分だけでいいので、ぜひもうあるよっていう心優しい方ぜひ投げてくれると嬉しいなっていう、はい、秋雨ありがとうございます。オブラートに包んでください。それで、ね、一番苦手ね、あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。じゃあ今日はあけましておめでとうの記念に乾杯したいと思いますね。始まりました2023年。昨日ココちゃんのところにたくさん投げましたって、見てたよ、すごいみんなさ、ももがさ、これ最後のお願いって言ったらすごいみんなたくさん投げてくれて、なんか嬉しかったですありがとう、たくさん投げてくれて。5位以内に入ってるといいね。乾杯、用意してないの、早く早く早く、センスありがとうございます。今用意したので皆さんも早く準備してください本当に感動したよ、ココちゃんのルーム見て、みんなこんなに協力してくれるんだなと思って、ありがとう。もう飲み終わりました、もう一回もう一回あ、コーヒーしかないよって、コーヒーでいいじゃん、ね、早くで、クラッカーもお家にある方はぜひクラッカーもね、一緒にやってくれると嬉しいです。モモは、ハートクラッカーっていうのをします。それでは始まりました、2023年、今年も1年よろしくお願いします。これはかわいいコップ。それではいきます、2023年に乾杯、カキーン、そしてそしてクラッカー、ふー、こっちでやろう、あー見えちゃったせーの、もう一発ぐらいやっとくね、今年も一年よろしく、せーの、分かってましたか、大丈夫です、あ、見えた、いただきます。これはオレンジカシスっていうジュース、これ初めて飲んだ、めっちゃ美味しい、なんかあれみたい、なんかに似てる、めっちゃ美味しい、はい、美味しい美味しい、
カップそうだよ。ててんてんててんてんぽん。新年早々楽しそうで何よりで、ありがとうございます。味を教えてください。なんか美味しいよ。なんかオレンジの中に何かがなんか潜んでる感じというか、いつものオレンジスカッシュとか何かが違って、ちょっとなんかあの大人な風味といいますか、はい、とっても美味しいです。何かってこれちょっと苦味でしょ。え、そう？カシスって何？知らん。知らん。そんなの知らん。分かんないけど、でも美味しい。とっても。じゃあそろそろ新年のご挨拶としまして、書き初めをしていこうと思います。もうね、毎年これ3年連続かな、書き初めするの。多分3年連続だと思うんですけど、書き初めを、していこうと、思います。今年は何を書くでしょう。ね、何書くと思う？はい、今日こちらを用意してます。で、服はこんな感じです。はい、今年もよろしくお願いします。それではまず習字を書いていきたいと思います。今年の書き初めです。去年は虎で書いてるすっごいシュールなあの絵だったと思うんですけど、今年はね、あ、後ろが直します。え、落ちちゃうよ。 OK、 はい、なんて書いてあるのって。ハッピーニューイヤー。それでは習字書いていこうと思います。まぶしい。
いたんですけど、でももうそれ以来ほぼ書いてないから。それではいきます。墨もうちょっとつけてくださいって感じ。もう一回書かせて。あ、ねえもう何？なんでまた落ちるの？テイク2いきます。だけど本当にこれがとりあえず落ちてこないでほしい。よいしょ。はい。それではいきます。ねえ、どうしよう、下手すぎちゃう。とりあえず書いてみるね。あ、これこれこれ、この机機のカッターで切った机。ここら辺にね、なんかおかしな傷がある。違う、なんか違う気がする。とりあえず最後まで書くね。何の字書いてるか分かる？違う気がする。ずっと監視っていう字を書きたいんですけど、なんか漢字違うよね。違うよね、なんか漢が違う。何かが違うよね。あー、どっちも違う。嘘。どっちも違う。何が違う。ここがいらないのか。あー、はいはいはい。お勉強から。お勉強から始まり。あー、はいはいはい。あ、どっちも違う。
ください。わかりましたわかりました。書いてる言葉怖くない？え、本当？え、なんていう字を書きたいんですか？え、ずっと監視それ書き直します。本はずっと監視っていう字を書きたいだけなんだよ。はい、それでは書き直します。ちょっとみんなのコメントが、ね、え、ずっと監視にした理由、え、そのまんまだよ今年はずっとなんか監視してるよっていう圧ですそれではいきます。ひらがなが苦手なんですよね。怖い怖い、え、怖くないじゃん。だってさ、怖い怖いって思うことしなきゃ、怪しいことしなきゃ別に怖くないじゃん。ね、それではいきます。ずっとまで書きました。あと監視ね、問題の。いい感じです。あと監視の C だけ。めっちゃ下手だけど、まあいいや。はい、ずっと監視。最後がなんかシャバシャバってなったずっと監視です。下手やな、ちょっと、下手とか以前に、え、下手じゃないな、うん、まあ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 、でも監視の感はうまく書けた。名前は、あ、名前書く？よかった。下手とか以前に、え、嘘、怖いです。え、なんで？なんでなんで？これでなんかいつもとね、筆が違うんだよね。はい、
数字はこちらです。でもう一個書くんです。もう一個書くの。だからもう一個も見ててほしい。はい、一個目はこちらです。後ろに飾っとこうかな。ずっと監視です。はい、どう、いいんじゃない。字綺麗で、ありがとう。怖い怖い怖い。目立つとこ、字は綺麗と思うんだ。それでは、じゃあ次、次書きます。ありがとう。壁汚れない。え、あ、汚れん汚れん。もう乾いてる気がする、多分。多分ね、知らんけど。それでは書きます。なんて書いてあるかわかる？まだわかんないか、さすがに。見えてるのかな、そっちから。あ、桃って書いてるのわかる？正解。こんな静かな配信するときなかなかないよね。こんなに溜まってる配信なかなかないよ。がかり、ゾウ、ゾウ。ももがかりマシマシ。ももがかりどうぞ。はい、もものことを好きになってくれる方やももがかりになってくれる方をもっと増やしたいなという意味で書きました。どう、上手、下手。ニンニクマシマシみたいに言わないで。そういうことじゃないんだけど、別に。もがかりマシマシで。ラーメンかの、違う違う。うまいけど、大丈夫、うまい。
字はうまいけどってなんかのトッピングもうがかりマシマシで無料ですかって、はい、もうがかりになっていただくのは無料ですよぜひね、あの皆さんこれを機にもうがかりになってもらえますかそしてラストですね。いつもだいたい3個ぐらい書くんだけど、もうラストはもうつかないね、これラストはね、まあ、絶対書くね、字だよねもうがどこのラーメン屋やねんナイスツッコミ。もうが毎年絶対に3年間書き続けている字です。もう毎年だんだん上手くなってるかもしれない。あ、先に言わないで。はい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 。先に言わないで。もうね、もう超得意かもしれない。それでは行きます。ずっと監視がじわるって。これをね、そう、ずっと監視してるからねっていう。いいだよ。こうしないとね、下がってくるの。墨つけたします。なんか泡がいっぱい出てくる。中心めっちゃずれちゃった。あらららら。なんかこっちにピュッていっちゃった。あ、独り言。結構な独り言かも。なんか中
どうですか、こっちが麺の今年のスダアカリさんはマストなんだって。そうですよじゃーん、なんか字がワイルドになった気がするってなんかだどうぞどうぞしかないでしょ。うん？うん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 。ね。エゴさんは書かないのかな。え、書く書く。え、書く書く。字書けるか。やばい、メンバーの名前どん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 書いてっちゃうよこれ。そう。こう。え、エゴさんむずいよね。え、ユウなってどうやって書く？あ、ちょっと待って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 。行けます。うんうん、行ける行ける行ける。それでは。行けます行けます。いつも仲良くしてくれるあの先輩なので、あの名前を書きまーす。自分の字、自分の字、自分の名前は本当にお下手なんだよね。自分の名前は本当に書けない。え、なんか今日の筆のなんか毛がめっちゃ抜けるんだけど。おはぎちゃんになっちゃう、この筆。行きます。難しいな。ちょっと待って。
ちゃん。なんか字が大きくなっはい。ゴーでかって。どう？どうどうどう。なんかもう習字がなんかもう墨つけすぎてなんか垂れまくってる。うまい？やった。喜び方可愛くない？書きました。って言われた。おお、キヤコちゃんになっちゃった。ね、はい。そう。ね、間違えちゃった。ねえ、ごめんなさい。センスありがとうございます。ハートありがとうございます。報告しておきます。あ、やめてやめてやめて。パパ孤独のグルメ見なかったの？え、なんならモモ見てたよ、この前でしょ。ということで、今年の書き初め終わりです。ありがとうございました。あ、スクリーンショットお願いします。あの習字とともにスクショしてください。ハロあのみんなのあのスクショをももがツイッターに撮りに行って、でそのツイッターの写真をあの保存するので、皆さんぜひスクショしてください。はい。あ、筆とか持っちゃう。うんうんうん。てったりーん。耳が見えないか。ここか。あ、ここだ。
さめ耳が不安以上、書き初めの深野でした。ありがとうございました。え、もう48分？嘘、もう30分も書いてた。いいね、いいね、いいね。あら、タワーが来てる。あ、来る。あと来る。午後から始まる、ハムスターのほっぺにピーナッツっていうの種がいっぱい入ってて、ぷっくりなっちゃったハムスターのアバターの方、来る年だからウサギ年だね。かわいい、すごい。新年からタワーありがとう、嬉しい。今日暗いね外が暗いのかな。ありがとう、嬉しい。口パクでお名前います。昨日に引き続きありがとう、嬉しい。150センチのクマ買った人です。え、本当？もうあのクマに負ける？もう負ける？もうぴょん、嬉しい。ぴょん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 、あった、ありがとう。でも数人だけおみくじっていうか、ビンゴで当たった方にその今年の運勢を大吉とか小吉とか書いたので、それを数名の方に、あなたは大吉です、あなたは末吉ですっていうのを言おうと思います。これはおるーさんからいただきました。かわいいでしょ。うるさんがいただきくれました。ハッピーニューイヤー、たくさんありがとう。カナはもう少し左に向けると、はい。それではマミミそれではいきます。ちょっともう一回、ああもう一回だね。ここにいるよああ下がってきた、下がってきた。ああ見えない、見えない。それではいきます。47位の方、47位の方、空から始まる方ですね。あなたの今年の運勢はじゃじゃん、47位の方の今年の運勢は中桃です。あの今年は中吉とかなんですけど、あの吉を桃にしてます。中桃です上から大桃、中桃、小桃、末桃がありますので、なので上から2番目です。中桃でーすはい、足ですかいいえ、違います違います。末桃は可愛い、今日は寝てないよなんかの部位ですか、違うって違う違う違う、違います。じゃあどんどん、これはあの中桃というのは中吉の略っていうのも私がね、あれです、中、どちらかといえば魔王のイメージとしまして、まあ中桃、まあ、イコールあのこっちの中桃というこっちのね
意味でもねございますので、あの注文も、注文もはいよろしくお願いします。はい、なので47位の方、今年ももから投げキッスをたくさんもらうといい年になるでしょう。それでは次、誰だ、じゃん、62位の方、あ、無理ちゃん62番、あ、オーディション番号、あ、隅めっちゃついてる。おいしい。62番の、あ、あーから始まる、須田さんのファンの方。言い方、須田さんのファンの方イコール、カメラマンさんの方。めっちゃ墨ついた。あー、センス、ありがとう。それでは、いきます。じゃん、あ、しょうももです。おめでとうございます、しょうももです。おめでとうございます、しょうももですね。しょうももなのです、小吉ではありますが、ももへの愛は多めでお願いします。よろしくお願いします。それではじゃあ続いて、はい、23位の方、23位の方、な、あ、お名前言っちゃいそうだった、危ない。なーから始まる方、23位の方、大もも、大ももです、イエーイ。いいね、危ないね、言いかけたよね、危ない。え、これどこの毛入れとこ。それは太ももで違うから、大ももです、おめでとうございます。太ももみたい、違うって。大ももです、大ももということはね、今年も1年いい年になりそうです。でも大ももが当たったから、あのももたんを押しながらじゃないと、ももたんのこと好きでいないと多分いい年じゃないと思うので、ももたんを押すととってもいい年になります。ももたんに会いに来る回数が増えれば増えるほどいいことが起こります。なのでね、ぜひ会いに来てください、待ってます。それではじゃあ次、22位の方、おろ、22位の方、ちから始まる方。いきます、はい、あ、末ももです。末ももなので、あの一番、あの今日の上かな、この中では一番あの下のあの運勢になっちゃうんですけど、この運勢をあの覆すぐらいももたんに会いに来て、そしてももたんのことを好きになり、もうももたんしか見えないってぐらいになっていただくと、末ももだったのが多分どんどんあの大ももになります。なのでね、ぜひよろしくお願いします。次はラスト2人ぐらいかな、いきます。あ、今日もありがとう。あ、何も書いてないです。何も書いてないです。なのでもう一回いきます。キュキの末っ子、そうだよ、もうってどんだけ年をとっても、どれだけ大人になっても、おばあちゃんになろうと、 SK48 の中での旧規制の中では絶対に一番下なんだよ。そりゃそうか。いきます、32位の方、
行きます。何のマウント？だからモモがもし大人になっても永遠にあの9期生からはあのね、9期生の中では一番下なので9期からはお年玉が永遠にもらえるっていうことでよろしいでしょうか。じゃん、あ、末ももです。あ、俺か、そう、末ももです。今年あのもしあのもし推し編しようとか考えていたらそれはピンチです。絶対にあの推し編したらもう悪いことしか起きません。ね、もうね、モモのことを好きでいないとピンチです。いいですか、末モモなのでモモのことしか考えれないぐらいじゃないとピンチです。いいですか、もうモモタンから支援しようとしたらもうそれはどうなるか知りません。いいですか、なのでモモタンのことを今年も好きでいてください。お、お支援しません。ありがとうございます。はい、続いて、あ、でも時間的にもうちょっといけるね。今日はあの10時半までやるので、じゃあここの分いけるか、もうちょっといきまーす。落ちた、じゃん、82位の方、82、どこだーい、わから始まる方。え、めっちゃ、え、お外暗くない？そんなことない？82人の方です。じゃん、あ、ショー。待って待って、書き忘れた。待って、書き忘れだよね、これ絶対に。ちょっと待ってよ。ショー、ちょっと待ってね。ショーモです。すいません。まさかのモモがないという。はい、ショーモです。今年あのこういう風にモモタンを手放してしまうと大変ね、あれですね、モモタンのことをなんか思ってくれるとすごいなんか喜ぶよっていう。ショーモモです。なのでモモがモモを書き忘れたと思うんですけど、あのぜひ、そこのあなたはモモのことを忘れずに今年もよろしくお願いします。それでは次、27位の方。何の話や。27位の方です。どこだ、あ、いた、 M から始まる方、いつもお世話になってます。それではいきます。はい、あ、大桃です。大桃の方はなんか下に書いてありますね、多分桃からの監視がひあの多くなる年になると思います。ね、まあ、こんだけ長い間応援してくれるから今更推し編なんてないと思うけど、あの今年も1年、一緒によろしくお願いします。ここだけ挨拶になっちゃった。挨拶になっちゃったけど、よろしくお願いします。桃は、ね、常に見てますので、ふんふんさんも常に見ててください。よろしくお願いします。今日じゃねえか、いや大ももだって、ほら太ももいいな、太ももじゃない。うん、うん、おいしい。かもしれん、いい、当たった。
方、25位の方、ずっとまあおみくじもいいんですけど、まあここで急遽なんかあのおしめを聞いてみちゃったり、おしめビンゴ的なものを、まあ、この方だけしたいと思います。25位の方、あなたのおしめは誰ですか？油断してたでしょ。そんなんじゃ終わらないよ、ももごめんけど。急に怖い。ごめんけど、ももはあのそんなこれだけじゃ終わらないよ。はい、あなたのおしめは誰ですか？早く。ね。早く、そんな悩むほどですか？ね。急にってずっと怖いです。ずっと怖い？今日？そんなことないよ。あなたの使命を答えてください。ちょっと用事を思い出したって何言って。これじゃあ監視の年だから、そういうことちゃんと聞くから。いないよって嘘、さっきいたよ。なんでねえ、ちょっとコメントしてんで。え、どこ。どこ。あ、もももたんしか。あ、ありがとう。そのなんか点みたいなのいらないけど、ももたんってことだよね。ありがとう、ありがとうね。私もももたんだけでよろしくお願いします。それではじゃあ次いきます。次、18位の方、おみくじ引きます。18位。じゃん。あ、大もも18位の方誰。あ、野崎さんのアバターの方かな。私はこのまま桃タン推しで、桃味の食べ物を食べるといいことが起きるよっていう。はい、大桃でーす。桃味の食べ物を食べている限りは桃タンから多分推し変できませんっていう。なんか桃タンのことを絶対に考えちゃうっていうね。はい。大桃です、ありがとう。じゃあそれでは次いきます。はーい、ありがとう。それではいきます。はい、8位の方、8位の方、あなたの推しメンは誰ですか？ごめん、あの占いじゃない。おみくじじゃない、ごめんね。8位の方、あなたの推しメンは誰ですか？プラス、あなたの推しメンの好きなところプラスでお願いします。あなたの推しメンの好きなところとあなたの推しメンを答えてください。よろしくお願いします。はい、センス、ありがとう。オプションついたってもうお正月関係ないやと。あれ、ねえ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 、いない、もしかして。ねえ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 、いない、いるの、どっちかな。はいはい、あ、ももたんです、可愛いとこです。ありがとう、嬉しい、ありがとう、スクショしちゃった、嬉しい、ありがとう、嬉しい嬉しい、とっても嬉しい嬉しい嬉しい、ももたん嬉しい。ありがとう、嬉しいな嬉しいな。ありがとう。じゃあそれでは行きます。はい、52位の方、あなたのおしめは誰ですか？おみくじと見せかけて、50人の方、あなたのおしめは誰ですか？誰ですか誰ですか？
誰はい誰はい誰誰誰もはや見せかけですらいないようなん？やばっちゃやばじゃないやばじゃないなになに簡単じゃん答えるだけでよ使命をね心の声が出ちゃってるやばわ平野オーナーさんですありがとうございます嬉しい嬉しいだよねやっぱりありがとう嬉しい。あ、50人変わった？あ、じゃあもう一人聞こうと。空から始まる方、あなたのおしめは誰ですか？郵便屋さんが来たって一瞬で取ってきて待ってるからこれモーターを気持ちよくさせるコーナーじゃ。そんなことないよ。空から始まる方はいないかな。さっきの方スクショするね。いないかな、いないかな。いないでしょ。じゃあラスト行こうかな。ラスト行きまーす。うわ取られた。え、ダメ。あ、ラスト6位の方。それではおみくじ引きまーす。 A から始まる。あ、うさちゃんのアバターにしてくれてるんで、ありがとう。じゃん。あ、大桃です。桃から離れられないと書いてあります。この大桃のこのおみくじ当たった限り、当たっちゃった限り、今年1年多分桃から離れられません。言えなかった。離れられません。どれだけ桃たんからお支援しようとしても絶対に離れられません。やっぱり桃たんだとなってしまいますね。ということで、ここでおみくじを引いたということで、念のためにね、モータンから離れられないっていう前にやっぱりおしめを聞いとかないと、もしかしたらねあれかもしれないので、現在あなたのおしめは誰ですか。はいあなたのおしめは誰ですか。やっぱ念のためにね。はい、念には念を的な一番は桃田です。あ、ありがとうございます嬉しい嬉しい。何から嬉しいありがとう。2番は聞いてなかった。うん、1番で大丈夫はい、なんで大桃です。ありがとう。これが優秀パフォーマンスのやり方か。そうですよそうですよ、おかしいけどねこれがショールーマーです。キラーイエーイピラーポポポーヒュー。それでは最後にオーターを歌って終わろうと思います。新年早々ホラーでした。ホラーって何ホラーは失礼やない。ホラーって何。ショールーマーのイメージ変わったのだが、え何何何あ、ショールーマーって怖いんですね。いいえショールームってこれやで、ね、え、もう本当にあのショールームのことなら何でも聞いて何でも分かるよ何か事件が起こした時の対処方法はちゃんと分かるなぜならそれは自分がなんかいろんなことをやらかしてきているからそれではオートを歌います。
それでは聞いてください。ティアノオーナで2022年じゃない、2023年最初の曲、涙サプライズ。
リウムありがとうありがとうサイリウムサイリウムありがとうございますこの髪頑張って入れてるのハッピーニューイヤーありがとう、今日もありがとう、サイリウムありがとう。それじゃあラスト1曲歌います。アンコール、アンコールにお答えしまして、ラスト1曲歌いますあ、ミラーボール10個たくさんありがとう。あとラッちゃんのなんかでゲーム版みたいなのもありがとうえ、何歌おう、何にしよっかな、何にしよっかな。これはショールームアワードだって、ありがとうそれ嬉しい新年っぽい曲、何それ初恋の踏み切り、あ、いいね、それする一瞬、それする、初恋の踏み切りにするね。僕は早起きをしてでしょそれにする。それではいきます、聞いてください、平野モノで初恋の踏み切り。
ジャージャー多くないってありがとう。なんだっけこれ、あのうちはなんだっけ、センスセンスありがとう、ハートありがとう、ハッピーニューイヤーありがとうやっぱももちゃんだな、やっぱってどこ行ってきたももちゃんキュートだぜ、ありがとう、お興味ありがとうございます。適当すぎやろ、そんなことないってねえ、ももちゃんもっと好きになるよって、ありがとう嬉しい、とってもありがとう、やっぱもう落ちたよねだからどこ行ってきたねえ、はちゃはちゃはちゃ、ありがとう、あきわめ、あきわめ、そういえば今日もテロップが出てません、さっき誰かコメントしてくれてたけど、あ、テロップってこれね、このテロップか、あ、うん、チョークどこやったって思ったらもうみんなちゃんとここにしまったんだあ、書き忘れです、ごめんなさい書き忘れも何も言ってないのに普通に当たり前のように書き始めた、なんか習字の用意してたらテロップってとこまで頭回ってませんでした、ごめんなさい、しまんな、壊れる壊れる激しいはい、それではいきます、じゃあ1301日ありがとう、今日はばあばのお家に行きます、いとこたちもなんか去年集まってなかったからめちゃくちゃ久しぶりにいとこたちと会います、あれです、男の子しかいない方のいとこそう、あのパパの方のいとこは1個上の高3の女の子がいるんですけど、今日はサッカーが上手い男の子とサッカーが上手い同い年の男の子と、あとなんかすごいなんか頭が良くて同じなんかいとことは思えないぐらいなんか頭いい男の子がいますで、あと桃と弟そう、今日は全然少ないで、こっちそっちのいとこは桃以外みんななんかズバ抜けて天才な男の子たち桃だけなんか本当に違うの、みんなめっちゃ似てるの、なんか背が高くてスラッとしてて、背が高いスラッとしてる頭いい、しかもモテる、みんなこの共通点一緒なの、もうだけ違うのもうだけなんかモテない、頭悪いなんか女の子、なんか一人だけちょっと違うんだよねあは1301日ありがとうどうもね、一人だけ違うんだよねはにゃはにゃねえ、今日はどこの男に会ってくるんですかって、今日はいとこの男に会ってくるよ言い方やめてねえ、あでもちょっとね、お正月だから今年の目標言ってないよねありがとう、今年の目標はまずはね、去年一大出来事だった選抜にまたまたっていうか、まあ、選抜に入ることと舞台とか個人のなんか去年日本語、去年舞台のお仕事をやったので、そういう舞台のお仕事みたいな
なんか個人のお仕事をたくさんいただけるように、グループのお仕事ももちろん嬉しいんだけど、来年はなんか個人のお仕事とかをたくさん増やせるように頑張ります。そういうのを書き留めにしないと。あ、そういうこと？こういうのを書き留めにするの？ずっと監視とかじゃない？あ、これを監…あ、そうなの。あとね、ステージとか、劇場公演とかコンサートとかでもね、みんなに見つけてもらえるあのポジションに立てるように頑張ります。もうあの高校生になって、でもあと2年とかで成人なので、ね、しっかり自分のあの目標をね、ちゃんと自分が言った以上ちゃんと目標を達成できるように、今年も1年頑張るので私もよろしくお願いします。まだ3年あるよ。え、18歳じゃないの？それでは、じゃあそろそろランキングを読んでいきたいと思います。応援してるよ、ありがとう。ほんまや、来年成人や。そうだよ、モータンが成人だからね。心配やね、ちょっと。だって成人ってさ、自分でさ契約書とか書けるようになっちゃうでしょ。え、なんか心配じゃない、大丈夫。それではランキング読みます。13位、ノーベルソンの中に白熊ちゃんが入っちゃった方、ありがとう。12位のよっよーかーん、今年初のカブタン、ありがとう。心配しかないそれな。11位のワンちゃんの方、ありがとう。前の目標は今年今以上にモータンと仲良くすることです。もう十分仲いいけどね。ね、今年も仲良くしようね、ありがとう。10位の生まれたんの方、ありがとう。9位のプリンの方、ありがとう。昨日あんなにみんなおはぎちゃんだったのにこんなに変わる。8位丸の、あ、かわいい猫ちゃんがお餅つきしてる方、ありがとう。おはぎちゃん減ったもん、何ももういないよ、なんか壇上に。ね、ラッキーセブンの、ぴょんちゃんが着物着てかわいいって方、ありがとう。私の目標は痩せることです。え、もう一緒に頑張ろう。もう届いた？そういう、あの、なんかさ、もものホーム画面のメールみたいな届いた？みんなのさ、反応がさ、なんかツイッターでなんかあんまり書いてなくて、もしかしたら届いてないのかなと思って、届いてないから。6位のひなのおなちゃんのくらみちゃんの方、ありがとう。ホーム画面にもう痩せるって書いてあって、今痩せろって書いてあるホーム画面にしてあるんですけど、それをそのホーム画面送ったんですけど、あ、ない。え、じゃあちょっと届いてないのかな、またじゃあ送ってみるね。送ったんだけどね、じゃあちょっとまた送ってみるね、ごめんね。5位の大阪のおばちゃんやでって方、ありがとう。また他の男に送ったのかって。なんで男が出てくるの、誰に送るの。やっぱ届いてないと、なんかみんなもっといつもだったら絶対反応してくれるのになと思ったもんね。誰に送るの、ももが。どこの男に誰に送るの。4位のトップ10の方、ありがとう。3位のうさちゃん、ぴょんぴょんの方、ありがとう。ね、ラーメン屋の店長に送ったん違うよ。2位の天使の方、ありがとう。それでは今日の1位、ピンポンポンポーン、ジグ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 ジャン、今日のうちはでんでんのうさちゃんの方、ありがとう。あ、すごいかわいい。え、めっちゃかわいいじゃん。うさぎ年のうさちゃんが桃持ってるよ。
とっても嬉しい、ありがとうね。それでは行きまーす。それでは行きますね。いきます。せーの、L、O、V、E、てんてん。さあ、うさちゃんの桃の方ありがとう。きょっちゃんも着せ替えてみました。ごめんなさい。うさぎ年ですよね、今年って。なんか牛でした。なんか本当にごめんね。なんかごめんね、今年ってうさぎですよね。牛になりました。ごめんなさい。ごめんね、なんか牛があって、なんか牛になりました。すいません。いきます、せーの。ありがとう。すいません、気持ちはうさぎで行かせていただきます。ありがとう。ということで、星もげさまありがとうございます。7153人の方、すごい、たくさんの方ありがとう。スクショしよった。スクショタイム。ありがとうございます。あ、1位の方、タワーもありがとう。ということで、朝から今年の挨拶ができて、書き初めができて、もう2023年満足です。早っ。ハッピーニューイヤーありがとう。ね、まだ初日ですけどって。今年もね、1年いろんなことがあると思いますが、みんなにね、たくさん支えてもらうこともあると思いますが、今年も1年お互い仲良くよろしくお願いします。ということで、そろそろ耳したいと思います。左手出して、右手出して、せーの、耳、ありがとうございました。